はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ベルです。さあ、今回はね、こちらのね、脱獄ごっこというね、ゲーム、プレイしていきたいと思います。こちらのね、脱獄ごっこなんですが、私が所属しております、ウーム株式会社というね、事務所から、出てるアプリでございまして、なんとね、300万ダウンロード。されているという、人気アプリでございます。すいませんね。なんかこう、自社のね、身内のプロモーション申し訳ないんですけど、いや、すごいなぁと思って。うん、僕初めて知ったんですけど、ね、ウームってまあ、別にその、アプリを専門に出してる会社じゃないんですけど、あ、300万ダウンロードもされてるんだと思って、はい、人気のね、アプリらしいんですけど、今回こちらのね、脱獄ごっこっていうね、ゲームが、ボーノボーノっていう作品とね、コラボしてるということで。まあ、僕はね、ボーノボーノなんか名前だけ聞いたことあるなーって感じなんですけど、まあ、知ってる人もちろんたくさんいるかと思うんですが、ボーノボーノね、まあ、ウィキペディアでね、調べたところ、まあ、不条理ギャグと、まあ、哲学と、まあ、ほのぼのが融合した、まあ、アニメ、漫画、作品。ということでね、まあ、なんと30年以上連載してるっつう、まあ、国民的大作らしいですね。はい。まあ、なんか、ラッコのね、男の子が出たりとか、まあ、アライグマがね、出たりとか、まあ、左下にラスカルコラボって言ってね、なんか、どんだけ動物好きやねんって感じしますけど、まあ、それと今ね、コラボしてるらしいんですよ。まあ、ちょっと見てみましょうか。まあ、脱獄ごっこってどういうゲームなのかっていうのは後でね、実際にプレイして説明するとして、まあ、そのコラボの内容を先に見せたいと思うんですけど、まあ、これがね、プレイヤースキンなんですよ。まあ、俗に言う、まあ、自分のキャラクターの見た目を、まあ、変えられると。はい。ね、みんなワイ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 言うとりますけど。こういう声なの？ボーノボーノって。ふぅーって。これがボーノボーノですね。はい。で、これが、まあ、ボーノボーノに出てくる、まあ、シマリスくん、アライグマくん。で、これが、まあ、マイキーさん、マイゼンシスターズのマイキーさん、ボノボノバージョン、つうことで、自分のプレイヤーのキャラを、まあ、こういうスキンに変えられると。はい。まあ、これね、販売してます。私はこれ今回ね、お仕事として、いただいたものなんですが、これ実際皆さんがね、販売されてるんで、まあ、購入していただくと、こういうスキンで遊べると。まあ、他にもね、アクセサリーっていうのをこうね、装備することができまして、まあ、こういうね、日本刀とか、売ってるんですけど、まあ、今回そちらもね、ボーノボーノの、グッズが、まあ、実装されてると。このボノボノの会っていうのは、これね、無料でもらえるらしいんですよ。これ始めたらみんな無料でもらえます。で、こっちはまあちょっとね、有料になるんですが、はい。まあ僕はちょっとこのしまわれたボノボノをね、装備していこうかな。で、あとはエモートですね。はい。ゲーム中にやるジェスチャー。まあこれね、シーズンパスとかで、ゲットできるんですけど、ダンスとか、まあ300万ダウンロード記念花火とか。うん。これすごいやつね。これすごいやつ。打ち上げ花火。手持ち花火。もう花火ばっかり。ね、これどんだけ花火好きなのって感じですけど、究極花火とか。はい、こういうエモートがゲットできるんで、まあ、ぜひ皆さんね、シーズンパスやってみてください。はい、まあ、実際にね、じゃあ今度はね、ゲームやっていこうかなって思うんですけど、まあ、3種類ゲームがありまして、まずこの脱獄ごっこっていうのは、まあ、人狼プラス、脱出ゲームって感じ。はい、鬼が1人いて、あとは村人が3人いるんだけど、まあ、その3人は、スイッチを押して、みんなでスイッチをね、何個もあるんですよ。スイッチを探して、門を開けて脱出を目指すと。で、鬼は、その村人を倒すっていうのが目的になります。ただ、鬼がね、誰かわかんないんで。これが人狼要素。うん。村人に扮してて、まあ、その鬼をみんなで見つけて、まあ、逃げたり戦ったりしながら脱出を、まあ、企てるっていう。まあ、これがメインのゲームですね。で、ケイドロは、これが、なんかもっと拡大したバージョン。で、まあ、5対5は、これちょっとゲーム性かなり違うんで、まあ、後でね、ちょっと実際にプレイしてる時に、まあ、説明しようかなと。でね、僕ね、初めてやったんですよ。まあ、ちょこっとだけプレイしてたんですけど、まあ、もしかするとね、ちょっとまだね、セオリーが分かってないんで、害悪プレイをしてしまうかもしれない。はい。迷惑なプレイをしてしまうかもしれないんで、まあ、一応ちょっとね、調べたんですけどね、攻略方法とか。なんで、まあ、ちょっとね、すでにプレイされてる方からすると、いや、ベルさんそれ良くないよっていうのあるかもしれないんですが、まあ、よかったらそれね、コメント欄で指摘してください。はい。こういうプレイはみんなしないようにね、とかね。はい。よかったらお願いします。じゃあちょっとね、脱獄ごっこからやっていこうかな。はい。ということで、圧倒的ランク格差。僕、レベル4なんですが、今、レベル100の人いましたね。あの人が人狼だとかなりきついかな。大丈夫かな。さあ、あ、俺市民だわ。俺市民だって。どうだろう。エクセレンスってな。いや、両一が強いんだよ、確か。
これね、疑ってる人いたら左上のアイコンで名前指すとこいつ怪しいよっていうのを味方に伝えられるんで、まあ味方にね伝えましょう。さあ俺はね JK なんで迷わず女湯から入ってく。こうやって宝箱があるんで、こう宝箱をどんどん開いてってスイッチを探すといった感じ。さあどうかな。基本的にね、人狼っぽいのはね、戦わない方が、あ、スイッチ見つけたね。さあファーストスイッチは俺が取った。人狼っぽいのがいたら戦わないで逃げた方がいいと思うんだけど、どうかな。これね、なんかやたらと後つけてくるやつがね、人狼感ある。うん、あの村人はこうやって基本こうバラバラにばらけて探した方が効率いいんですよ。なんでばらけた方がいいんだけど、なんか後ついてくるやついたらそれ怪しいね。あ、三つ目のスイッチいいんじゃない、いいんじゃない。味方が誰も怪しいって言ってないな。さあシャーなしで男湯に入っていく。開けるけどスイッチはない。あ、これ体力回復だね。なんかね、人狼がねめっちゃ強いんだよね。うん、なんかね速攻で倒されるんで、お、いいじゃん。速攻で倒されちゃうんで、なるべく戦わない方がいい。お、いいぞいいぞ。え、これ誰もダウンしてない状態で、誰もダウンしてない状態でワンチャン脱出できるんじゃないか。さあどこだどこだ。俺はこっちの風呂場のスイッチを探していく。ワンチャンここら辺にあるんじゃないかな。一応ね、こっちもね、ラケットとか雷とかなんかいろいろね武器。あ、これ怪しくないか。カイト怪しいな。カイト今俺んとこ降ってきたぞ。どうだろう、攻撃されたらこいつ人狼ですよっていうのをみんなにねちょっとねお知らせしよう。いやでも上から降ってきた。もしかして人狼に追われてる状態で逃げてきたのかな。なんかピコピコ言ってる、なんかピコピコ言ってるよ。おー、棒の棒のめっちゃ目立ってよくない。なんかうー言ってる、うー言ってる。怖い怖い怖い。ない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 。ええ、なんか世界ぶっ壊れたんだけど。何事何事、何が起きた。俺これ上上がってもよろしいか。これジップライン、ジップライン。おー、いいね。あ、でもこっち開いてんな。宝箱開いてるわ、開いてるわ。これね、なんか落下ダメあるんで、あんまり高いところから落ちんのは良くない。あ、そこの下開いてない。やばい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 。両一が倒れた。あ、両一どうなんだろうこれ。倒れたっていうのは、これ人狼なのか、人狼で村人にやられたのか、それとも村人が人狼にやられたのかわかんないんだよね。疑い出してなかったしな。あ、いけるいける。押した押した押した。最後のスイッチ押したぞ。北の門から出してしょ。北門ってどこだよ。え、これ、両一助けた方がいいかな。うわぁ、こいつ怪しいな。さっき怪しくね、さっき怪しいよ。ちょっと待って、みんなにね、さっき怪しいって言う。お前怪しいだろ、ほら。だってゴールしないんだもん。オッケーオッケー。両一助けられるかな、これ。これ、どうやって助けんの、待って。どうやって助けんの、ちょっと待って、どうやって助けんの、これ。これ、どうやって助けんの助け方はわかんないんだけど。これ、助け方わかんねえ。ちょ、両一、これ、どうやって助けんの、マジで。あ、いけるいける。りょういち助けた。はい。りょういち助けたぞ。オッケー。これもう脱出できるでしょ。行って。痛いかなこれ。痛いのかな。あれ、あれ、りょういち敵だった。あら、あれ待って。俺、もしかして、敵を助けた。まあ、でも、全員脱出したし。うん。全員脱出したし、まあ、いいでしょう。いいでしょう。先は味方だったのかな。ごめんな。マジでごめんな。まあ逆にね、こう、なんだろう、最後に敵も、こう、助けて、脱出するという騎士道精神を見せたっていう感じでね。はい。ちょっと、まだごめん。見分け方わかんなかったわ。さあ、今度はケイドロやりましょうか。ケイドロはね、こういうね、8人でやる感じだね。人狼が2人で、まあ村人が6人。圧倒的俺の雑魚感。さあ、攻撃したら倒すって名前、もう物騒すぎるでしょ。あ、俺また市民か。ケイドロね、俺勝った試しないんだよな、2回くらいやったんだけど。ちょっと待って、俺は、いや、俺はやっぱ JK なんで、JK なんで女湯に行く。何？誰が疑ってるって？鬼滅の宗介が優雅を疑ってる。これワンチャンね、あれなんだよね。開始と同時になんか、人狼しか持ってない武器を振り回してる人とかがいたりして、それをもしかしたら見たのかもしれない。優雅が怪しいっつってるな。ちょっと優雅気をつけよう。さあ、俺は相変わらず女湯から漁っていく。
え、最高層が倒れたって。もしかして来てる？これ近くに。ヘルプって書いてある。攻撃したら倒すが倒れた。ユウがやっぱ怪しいな。二人から疑われてるぞ。これね、味方、助けたいんだけど、人狼片っぽが牢屋の前陣取ってるとどうしようもねえんだよな。めっちゃスイッチあるじゃん。助けに行った方がいいかな。俺でも牢屋の開け方わかんないんだよね。めっちゃスイッチある。あ、ユウが来た、ユウがやべえ、ユウがこれ完全に人狼だ、ほら。超強いなんか人狼だけの武器持ってんもん。やべえやべえやべえ。ユウが完全にこれ人狼だわ。あ、これいないね。いねえよ。助かったっぽいね。ユウガが倒れた。人狼が多分倒れたのかな。なんだこのトイレ、開放感ありすぎだろ。ちょ、これね、人狼と戦うのマジで得策じゃないんだよな。人狼の方が圧倒的に強いんで、全然勝てないんですよ。ヘルプか、助けたいな、あれ。助けたいけど、俺だいぶ高層階まで来ちゃったな。ああ、ユウガ確定だわ。ユウガあれ人狼確定でしょ。これジャンプでいけんのこれ。こうわ。でもこういうとこありそう。ねえのかい。解放できるかな？したいな。あ、人狼優雅。あ、人狼って書いてあるわ、もう。あっち方向行って味方助けるか。これ飛び降りたらさ、いけんだけどさ。え、一人張ってね、あれ。ちょ、味方助けたいんだけど、この最高層怪しくね。あ、味方でも、ほとんど助かってんな。最高通は、倒された。鬼滅の宗介は？鬼滅の宗介平気？はぁ、なんか鬼滅の宗介に俺疑われたんですけど。鬼滅の宗介。てかさ、スイッチ全然押されないんだけど、みんな真面目に探してる？俺ほとんど押してね。スイッチ全然見つかんねえんだけど。おい、鬼滅の宗介ふざけんなよ。俺どんだけスイッチ探してると思っとんねん。これ、鬼滅の宗介がワンチャン、あれだな。人狼説あるな。優雅が人狼確定じゃん。どうなんだろうな。ヘルプって書いてあるけど、これさ。攻撃したら倒すがリタイアしました。倒れました。どういうことだ？てかこれ、俺以外にまともにやってるやつおる？鬼滅の宗介来てんな、なんか。怪しくない？怪しくない？なんで俺のとこ来てんの？開けてる？ちゃんと。君。開けないんだけど、この人。いや、鬼滅の宗介は割と、鬼滅の宗介は、人狼じゃないね、多分。あ、最後のスイッチ押さえたって。やべやべやべ、北門ってどこだ？北門ってどこだ？北門ここか。あ、俺いけるぞ。これ何これ何これ味方？味方？あ、いいね。コラボのスキンしてんじゃん。あ、行って！は？あれ味方なのかな？味方が落としたの？人狼か、あれ。え、人狼あそこにいたらずるくない？おいおいお前、味方が落とした。お前、おい、何してんだよ、おい。え、これ邪魔なんだけど。通れないんだけど。俺、味方に落とされたんか。人狼だと思われたのかな、俺が。さあ、最後に5対5やりましょうか。これね、全然違うんだよな、ゲーム性。そう、なんかね、本拠地や拠点に撤退とかなんかね、あるんすけど、ごめん、正直俺これよくわかんない。なんか拠点を制圧しながら攻めるゲームらしいが。ちょっとね、これだけゲーム性が全然違くて、俺よくわかってないんだよな。すまねえ。ちょっと、やりながらでも。まあ、ノリと若さと勢いで頑張るわ。さあ、赤チームを倒せばいける。うん、頑張ろう頑張ろう。やっぱこう、ボーノのスキン目立っていいな。そう、なんかああいうのをね、殴りながら自分の拠点をこう増やしてくる。オッケー、行くぜ、行くぜ。こっちは何チーム？白チーム？白チームだね、俺。さあ、頑張れ、頑張れ。攻めるぞ、攻めるぞ。さあ、これを叩いて、よし。これなんだ？リモートボム、自分で起爆できる。へー。
なんか毒みたいの出てんな。これが、なんかな、なんか、なんだっけこれ。これなんかね、拡散弾みたいの撃つやつだった気がする。撃ってみよう、とりあえず。うわ、味方に当たっちゃったよ、ごめん。あんま撃たない方がいいかな、これ。フレンドリーファイアあるなら、あんまり撃たない方が。よしよし、どうだ、どうだ。あ、いいぞ、いいぞ、敵撃ってました、敵撃ってました。ええやない、ええやない。殴れ、殴れ。おら、おら、おら、行って、行って、行って、なんだ、あいつ。回転切りしてきたんだが、これ敵か。おら、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 いた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 い。許さねえ、マジで。俺とやろうってのか、おら。おら、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 ふざけんなよ。いいぞ、いいぞ。あ、こいつ狙ってんな、俺のこと。これなんだ、これ。リモートボム。どうやってやったらいいの？いいんじゃない、これ。ドン！あ、俺、あ、落ちた。あ、ごめんね。ごめんね、落ちちゃった。ちょ、グレネードを、投げるけど、これ味方だよな。敵どれだ？敵が名前出てないやつだよな。おら、グレ。ちょっと、当てづらー。なんか風船みたいなの撃ってくるやついるし。リモートボムむずくない？リモートボムさ、こういうとこにさ、セットしといてさ、橋にセットしとけばさ、ワンチャンいけるくないか？これ何？腐食。周囲を腐らすやばいガスだって。腐食撃て腐食。ほら。こっち来んな、お前。よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。当たってる、当たってる。グレネード、グレネード。はい、ドン。もうパンチするしかねえ、これ。あ、やばい、これリモートいけたのに。くそ、パンチ！俺の聖剣を食らえ！おら、おら、おら、おら。当たんねえ。当たんねえ、パンチ。パンチ当たんねえんだが。うわ、すげえ吹っ飛ばされた。どういうことだ。俺ちょっと本土防衛するわ。ほら、こっち来んじゃねえ、マジで。あ、これ豚強い、豚。豚強いよ、ほら。豚にするともうどうしようもないから、豚強い、マジで。ほら、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 ほら。豚やろうぜ、豚。豚やろう。豚やろう、許さねえ。パンチ当たんねえんだが、これ。ナイス、ナイス、いいね、いいね。これ何が起きてんだろう。何が起きてるか全然わかんねえ。すげえ、吹っ飛んでってやついたけど。赤チームの本拠地が破壊された。え、勝ったんじゃない？勝ったくない？勝ったー！イエーイ！今回全勝は全然これわかんないけど。これよくわかんないですけど。あ、やべえ、ベルベルリーナデス2回ということで。一番足を引っ張りましたね。すまねえ。はい。ということでね、3つ、今お見せしたんですが、まあ、僕はやっぱ普通にあの人狼と村人のやつが好きかな。まあ、誰が鬼かわかんないっていうのはやっぱ面白いよね。で、5対5はね、全然ゲーム性が違って、ちょっとごめんね、僕がね、あの、不甲斐ないプレイを見せてしまったんですが、まあ、ね、いろいろ、3つから選べるということで、みんなもね、お気に入りのゲーム見つけて、プレイすることができるんじゃないでしょうか。はい。でね、今ゲームをプレイすると、このね、さっきも紹介したボノボノガイが無料でもらえます。あと、脱獄ごっこ公式ツイッターのまあ、フォロー&リツイートで、ボーノボーノグッズがね、当たるというキャンペーンもやってますので、ぜひね、ボーノボーノファンの方は、この機会に始めてみてください。このゲームね、基本無料でやれますので。で、さらに、ウームにて、まあ、脱獄ごっことボーノボーノコラボグッズのまあ、発売が、まあ、6月下旬に行われるというので、まあ、ぜひそちらの方もね、チェックしてみてください。あのね、まあ、ゲームとしての感想は、とっつきやすいと思います。かなり。うん。あの、見ての通り、まあ、良くも悪くも、操作性がシンプルかつ、なんだろう、細かい操作が必要とされないんですよ。だから、プレイヤースキルみたいなのがめちゃめちゃ求められるゲームじゃないのね。こういうさ、オンライン系のゲームって結構、まあ、FPS のやつとかもそうだけど、難しかったりするじゃないですか。まあ、立ち回りとか、まあ、もちろんこのゲームもあると思うんだけど、あの、操作とか立ち回りがめっちゃ難しかったりすると思うんで、敷居がね、高いと思うんですが、結構このゲームはね、まあ、なんて言うんだろう。そういうのが手軽にプレイできるんで、まあ、割と、なんか興味あるな、でもちょっと難しそうだなって思ってた人は、やりやすいんじゃないかなと思います。はい。ということでね、ぜひともね、皆さん、ボーノボーノファンの方はね、この機会に、まあ、ボーノボーノファンじゃなくても、あ、ちょっと面白そうだなって思った方はね、ぜひ、概要欄のリンクから、ダウンロードして、プレイしてみてください。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた、次回の動画でお会いいたしましょう。またね。バイバイ。